皆さんどうもこんにちは、あやなんです。みゆきさん、ハッピーニューイヤー、しばです。今日はですね、ミミクソを用意しようとしたよ。ミミクソのディアボラ風って落としちゃったよ。サイゼリヤでめちゃめちゃ人気メニューの若鶏の、なんだっけ、若鶏のディアボラ風。今はね、若鶏のグリルっていう名前になっちゃってるんだけど、昔は若鶏のディアボラ風って名前だったから、若鶏のディアボラ風ってやつもらうね。これね、若鶏のディアボラ風で、これを自宅で簡単に作れるっていうのをクックパッドで調べたらあったので、動画にしたいと思います。必要なものは簡単です。鶏もも肉2枚、ニンニク2片、玉ねぎ1個、パセリ少々、クレイジーソルト1個。きつね、たぬき、天ぷら、オイルある、ノブナーコンセルト、花より団子、うん、ぽい、マーキノ、おい、マーキノ、伸びたみたいになってるよ。料理の方を始めていきたいと思います。まずはじめにニコニコのまな板を用意します。玉ねぎとニンニクとパセリをみじん切りにします。スタタンタタンタン、玉ねぎをみじん切りにしていきます。切ってる、切ってるの。ちなみに玉ねぎが切れたけで手を出すとですね、あー、しみる。あれ？あー、痛め。あーちゃん？あーちゃん？しみてきた？あー、きたきたきた。ちょっと待った。お前、その右手、てつやのあなたに突っ込んだ手だろ。そうだ、今あの動画の後だった。そうだよ。いくら消毒したとはやめて。次、ニンニクです。あー、やばい、俺もう目が、本当に。これなぁ、さ、はい、ニンニクをみじん切りにします。みじん切りが終わりましたので、天本当はね、オリーブオイルを使うんだけど、もうないので油で、さっき切ったまな板まねぎとほら、もうほら、ディアボラ風の上の具っぽくない？まあ大体こんな感じで炒まったので、チャーハンに見える、そのまま食いたい。鶏肉の上にクレイジーソルトをまぶすそうです。うん、また触ったな。なんでクレイジーソルトはクレイジーソルトなの？頭おかしいのかな、作った人は。美味しそう。リューチェル&ペコ結婚したらしいね。パクられたげー。うちらの方が先に結婚したんだよ。どうだよ。ダメなんだよ。あちゃんとうくんは子供生まれるもんね。そう、この人のね、親友にね、子供がおめでたく生まれたそうなんですけど、なんで私より先に産むんだよって言って切れてます、ね、おめでとうの中で切れてますね。だよね。あーちゃん、あーちゃん決めたの、決めたの。うん、あーちゃん可愛い、立ってる、かわいい。あちゃん、ここに映ってる、あちゃんかわいい、冷蔵庫に映るあちゃん。今日はあちゃん皮取らなかったんだね。そう、この料理は皮が大事だからね。いつも取ってなんかコメント欄で、ね、皮取るんだと言われてる。いや、言われてる。皮からさ、毛がたまに生えてる時あるじゃん。もうあれを見て私はもう皮無理って思っちゃったの。てててててて、この残った肉汁と醤油と酒で上のソースを作ります。じゃあちょっと砂糖を入れたい。蜂蜜でいいや。せーの、いただきます。全然切れない。切れんくない？うまい。もう一個言います。バイバイ。バイバイ。